汚れし者よ。癒しの力をここに。我が法要を受けるがいい。浄化の輝きを見よ。美しき輝きによくせ。その魂を刈り取ろうぞ。汚れが払えぬと。
浄化の輝きを見よ。美しき輝きによくせ、汚れが払えぬぞ。その魂を刈り取ろうぞ。浄化の輝きを見よ。ありがとう、この土地を救ってくれて。万神。
アナンタ族はやっぱりすごい量のクリスタルを持っていたよ。神を殺したのか。なぜ殺す、なぜ奪う。もう我らアナンタを虐げるのはやめてくれ。そうじゃないよ、よく聞いた族長さん。私たちはみんな弱い、弱いから何かにすがる。でも弱いからこそ万神じゃなくて、共に生きる仲間と支え合ってほしいんだ。そうすればいつか必ず私たちは理解し合える。ねえ、アナンタ族にとってクリスタルの装飾具は心を映す大切なものなんでしょ。だったらその心を万神に捧げて溶かしちゃダメだって。お前たちが戦いに命を落とすように、我らは心を捧げて平和を取り戻す。今は分からなくてもいい。でも私たちはあなたたちと同じ平和を望んでいるの。いつか分かり合えるはずだよ。出て行け。お前たち人の言葉に騙されはせぬ。すぐにアナンタの力。分かった。今は出ていくよ。でも私は諦めないよ。だって私たちとアナンタ族は同じギラバニアに生きる隣人なんだから。行こう、アルフィノとアリゼイが待ってる。見ろ、薄汚い偽帝国人のお帰りだ。蛮族相手に敗れて泣きながら逃げ帰ってきたとか。あまり足ざまに言うのは酷というものですよ。言葉巧みにゼノス殿下に取り入って地位だけは得ましたが、所詮は無能なアラミゴ人なのですから。ああ、確かに配慮に欠けていたな。しかしこうも聞いたぞ、殿下の寵愛を賜るために言葉だけでなく。おやおや、道理で出世が早いわけです。とはいえ今回の失敗で終わりでしょう。千人隊長、フォルドラ・レムルプス。何を怯えている。ドクロの処刑人とまで呼ばれた強者らしくもない。貴様でも死が恐ろしいか。私が恐れているのは、何も成し得ぬまま戦場ではない場所で死ぬことです。己の力で何かを勝ち得たという誇りと共に死にたいのです。確かに貴様の力など取るに足らないほどのもの。
しかし未熟ゆえに何かを掴もうとするその熱情の炎が周囲を燃やし、焦がしてゆく様を俺は気に入っていた。さて、貴様は解放軍との戦いに敗れたばかりか、アナンタ族への対応を誤り、万神召喚のきっかけを作ったそうだな。ありません。すべては私の力量不足によるもの。いかなる処罰も甘んじて受けるつもりです。殊勝なことを。だがくだらぬ演技が透けて見えている。本音を語らねば、言葉通りその首をここで落とす。力が欲しい。私を罵る全てのものをねじ伏せるだけの力が。ならば機会をくれてやる。超越者たる力を手にする機会を。命を懸けるだけの気概があるのであればな。超越者たる力？今日この場で失うことすら覚悟した命です。